こんにちは、お久しぶりです。みちびきアロマサロン&スクールプルメリアの笠野麻里です。本日はキッズセンスロールオンについてお話ししたいと思います。このシリーズは去年にも販売されたんですけども、一般注文だったので私ちょっと手が出せなくて購入できなかったんですよね。これはお子様に使えるタイプのお肌に優しいロールオン で全部で6種類あるんですよ。でまるでこう虹のようにすごく綺麗な色なので、結構そのボトルの色を飾っておくだけでもなんかこう見応えがあるというか、インスタ映えするんじゃないかなと思います。それでは今日はキッズセンスロールオンについてお話ししますね。それではお待たせいたしました。キッズセンスロールオン、結構売り出したとは思うんですけども、まだまだ持ってる人少ないんじゃないかなと思います。なので先に私がどういったお売りなのか、自分なりの見解なんですけども、ご紹介させていただきますね。まずはジーニアスっていうオイルなんですけども、こちらですね。ジーニアスはインスピレーションとか集中力、あとは結構お子様だったりすると落ち着きがなかったり飽きっぽかったりしますよね。まあ、そういったこのこうある意味ではこう興奮した感じをこう沈めたりとか、きっとこういい感じでこう集中力高めて、何かこう一つのことに向かっていくにはすごくこういい香りなんじゃないかなと思います。で私自身は結構大人なので、まあ、そういったことに使う機会はないんですけども、大人だったりするとこういうブレインパワーとか使うと思うんですよね。なのでなんかこう子供のブレインパワー版みたいな感じにイメージされると分かりやすいんじゃないかなと思います。これヤングリビングが言ってるわけではなくて、私なりの見解ですので、はい。では次はですね、オウイという名前のオイルですね。これ何に使うのかなって思ったら、結構スキンケアに向いてたらしいんですね。やっぱり結構お子様って皮膚も薄いので、大人の使うような化粧品が強かったりすることもありますよね。ヤングリビングにもいくつかスキンケア製品があるんですけど、こういったドライスキンセラムっていう美容液がありますよね。なので、まあ、きっと子供も外で遊んでこうカサカサになったり肌荒れしたりすると思うので、そういう時に携帯してるといいのかもしれないですよね。それから次がキッズパワーです。なんかすごい元気が出そうですよね。やっぱりこうお子さんの中にも性格的なものもあれば、何かが原因でこう勇気が出なかったりとか行動できなかったりとか、ちょっとこう臆病になったり不安になることってありませんか？まあ、そんな時に、まあ、私たち大人だったらこんなヤングバラーとかを使うと思うんですけども、ヤングバラーはイギリス英語で勇気という意味なんですね。これはこう兵士が戦う時に心をこう高めて、士気を高めて奮い立たせるようなことをイメージした香りなんだそうです。なので、まあ、子供版バラーみたいなイメージかなという位置づけで私はちょっと記憶しています。はい。それから、タミーガイズですね。タミーガイズは結構香りを嗅ぐとジンジャーとかカルダモンのこうスパイシーな香りがするんですよ。でその香りに何が近いかなと思ったら、アロマイーズ結構ジンジャーとかあとミントとかも入ってますかね。結構アロマイーズに近い匂いかなって思ったんです。やはりお子さんとお出かけしたりしますよね。まあ、乗り物酔いとかゴールデンウィークありますので、まあ、そういうことだってありえるかもしれませんし、やっぱりこう普段出かけないところに行ったりすると、大人だってやっぱりなんかこうお腹の調子いつもと違ったりとか、あとはそうですね、なんかこう外食したりすると胃もたれとかしたりしますよね。
あとはお子さんの場合ですと結構精神的に不安になるとお腹が痛いっていうこととかもあると思うんですよね。まあ、そういう時に持ち歩いてもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、私もやっぱりこう緊張するとお腹痛くなったりとかお腹壊しちゃったりすることあるので、結構やっぱりこうストレスと腸って、まあ、脳と腸って本当につながってるなっていうのはそういうところですよね。では次は、スニッフルイーズですね。私この香り結構好きなんですけど、メントール系の香りだったりします。で、そうですね、やっぱりこう今ってお子さんでもマスクしてたりしますよね。まあ、やっと3月の中旬からマスクの自由化になったりするんですけど、まだまだマスクを着用した小学生の子とか結構すれ違ったりします。やっぱりですね、すごくこう深呼吸って大事ですよね。気持ちが落ち着いたりしますし、まあ、自律神経と呼吸っていうのも関係してヨガなどにも取り入れられてますよね。なので、まあ、私たち大人版で言ったらこういう RC みたいなこう深呼吸を思わずしたくなるようなこう爽やかなだけどもこう甘い香りが結構いいんじゃないかななんていうイメージですね。はい、では最後になりますがスリープアイズです。まあ、今春になると自律神経のバランスですごいうとうと眠かったりしますよね。ただやっぱりこうお子さんって遠足前とかなんかディズニーランド出かけますよみたいな、なんかそういう結構ワクワクする時の方が眠れなくなっちゃったりとか興奮したりすることってありませんか？あとはなんか知恵熱なんていうのも時々ありますよね。まあ、やっぱりあとはそうですね、お子さんでも夜泣きをするお子様がいらっしゃると思うんですけど、何かこう霊的なものに敏感になってるっていうような話を聞いたこともありますし、あとやっぱりこうお母さんと子供ってだいたい9歳ぐらいまでは感覚がつながっているって言うんですよ。なのでお母さんが不安を感じたりイライラしたりストレスを抱えてたりするとなんかそれが子供にいつの間にかこう伝染していて眠れなくなっちゃったり不安定になるってこともあるんですよね。で、結構こう精神を安定させるというとこう精神の根っこっていうバレリアンっていう植物があるんですけども、バレリアンが入ったブレンドオイルルタバラがあります。こちらよくそうですね、あのニューロオリキュラっていう施術でも使っているんですけども、気持ちを落ち着かせるようなラベンダーなども入っていて結構甘い香りなんですよね。ただちょっとルタバラ香りが独特で、まあ、チョコレートみたいな感じの香りでもあるんですけど、苦手な方は苦手だと思うんですよ。実は私この匂い嗅いで最初頭痛が3日間止まんなかったんですよね。なので、まあ、もしちょっとルタバラ大人でも苦手かなっていう方はスリープアイズは結構こうラベンダーの香りの方が結構強いので、ちょっと独特な香りは消えているかなって思いました。はい、じゃあここまでいかがでしたでしょうか。こんな可愛らしい箱に入っているんですよね。じゃあちょっと今までのオイルを並べてみて、でちょっとこう見比べてみるとなんとなく用途のイメージ分かりやすいんじゃないかなと思います。ブレインパワー、それからドライスキンセラム、そしてヤングバラーで、アロマイーズで、 RC で、最後にルタバラ。はい、ちょっとこんな感じでしょうかね。なんかこんな風に私はイメージして、そのような用途で使ってみようかなと思っています。まあ、これはあくまで私の見解ですので、ヤングリビングがそのようなことを話していないので、こうやって私は使い方を覚えているっていう感じです。ここまでいかがでしたでしょうか。キッズセンツロールオンは主に手首とか
あとはそうですね、こういった首筋とかに肩などにも塗れるんですけども、ニューロオリキュラーっていう大人の方に私施術してるんですけども、ちょうどこの首筋から肩とか後頭部のあたりに塗布しているんですね。でこういうロールオンタイプだったりすると、こうニューロオリキュラに使えたりするんですよ。もちろんこのオイル子どもにもいいんですけども、やはりお肌に優しいので大人に使っても大丈夫です。で私今後何に使おうかなって考えているんですけども、大人の方もこう子どもの時のこう発育とか発達段階でちょっと抜けのようなものがあったりするんですね。で、まあ、それはどういったことかっていうと、例えばこう成長していく過程で今のお子様って結構こうテレビを見たりとかタブレットを渡したりこう YouTube 見たりしますよね。そうするとこう視覚、目が固定されてしまうので結構こう目の運動ができなくなってしまうんですね。やっぱりこう視覚の運動が足りなかったりすると、ある意味ではこう落ち着きがなかったり、こう精神的に不安定になってしまう可能性もなくはないんですね。例えばこう大人でいういろんな悩みがあると思うんですけど、なんかよくわからないけど自信がないとか、なんかこう自分で決められないとか、何が好きなのかわからない、私この先どう生きたらいいのでしょうか、あとはよくスピリチュアルな私の使命って何ですか、人との距離がうまくつかめない、自分にはどんなパートナーがふさわしいのか分かりませんといった、そういった大人の漠然とした不安っていうのも結構子供の時のこう発達していく過程で何か抜けがあったりすることがあるんです。そういった発達の抜けを実はあるインド先生術でなんかこうヒントになっていくところがあるんですけども、その人にとってのこう惑星の強みと弱みっていうものがあって、まあ、そういったところからその人の発達の抜けだったりとか、こうちょっと体質的なウィークポイントだったりとか、ちょっとこうご先祖様のカルマ的なものまで見えてきたりするんですね。なので5月は、そういったロールオンとインド先生術を使ったスペシャルなセッションを、始めていきたいと思っています。なので、まあ、これからそういったことなども含めて発信していきますので楽しみにしていてください。それでは本日は最後までご覧くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。